はい。それでは、新国参戦、新国参戦じゃない、韓国新戦、183の方ですね。やってまいりましょう。さあ、新シーズンスタートして、今度何日目だ？前回が11日目ぐらいだったんですね。じゃあ、今回は、結構経ってるんじゃないかな。これじゃねえ、これこれこれじゃない、これこれこれじゃない。ここが。あ、15日目ですね。15日目に突入しました。はい。おーって感じで。状況は、まず、ま、目標にしていた、ま、本気の、ま、主力的なタイプかな。これがやっとこう、単体、今のところね、組めるようになりました。まだ、政府に関しては覚醒ができてない。そうです。お題がございません。で、やっと市場の方の、工場兵器部隊の予備軍、兵隊さんを集めることができるようになりました。それによって、まあ、レベル上げをね、ちょっとこう、あらら、やっとできるようになったっていうね、15日目にして。遅いですね。でもね、やっぱこの時期はなかなかね、やっぱりこう、資源がね、こういうほら、こうやってちゃんと、で、増築でいいのかな？押しながら、兵士を集めながら、レベル上げをしていくっていうね。まあ、こういう作業なんですよね。おーおーおー、今日はちょうど異民族の、お、一番いい、高いのは1万5000？まあ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 、買っちゃいますか、全部。とりあえず。ここも1万5000？ 1万2000。じゃあ、ここは1万5000。はい。じゃあ、まずここは旅行で。ここは石頭。兵は軌道なり。兵は軌道なり。俺らだけで十分だ。お、ちょうど応用の時間なんだ。やりましょう。いますよ。あ、まあでもまああと4回。まあまあ出ないですよね。で、半額。はいはいはい。終わった終わった。はい、次。寂しいよね。なんか、作業終わると。ほんと寂しいって感じ。ちょっとこっちも、レベル上げを。我が全力を持って。おうと、中トンじゃない。あ、こう。兵隊さん、回復してなかった。やっとね、ほんと成敗してまいりましょう。渋いよね。いや、いつもスマホでこのゲームやってるんですけど、完全に音消してやってるんで、もう新鮮新鮮。へえ、おー、来た来た、なんか次々やってるよ、やってるよ。おっと、買っちゃいましょう、先に。もう次々行こう、一番遠いとこ行こう。よく行け。武将の武、見せる時。でも皆さん、この時期、このぐらいの時って、この銅貨を集めるのってすっごい苦労しませんか？もうめちゃめちゃ銅貨って集まらないなと思って。あれ？もう終わり？もういないの？異民族。これ違うよね。これ、違う。箱にいる。進軍、
天命は我らにあり。もうこの繰り返し、今毎日毎日できるようになってから、もうほんと、でもね、これしとかないと。直ちに進軍いたす。このレベル上げをね、やっぱしとかないと良くないんですよねって感じで。で、まあ、ね、このぐらいのね、レベルになってくるともう5。5じゃちょっとね、経験値が少ないし、6ピックと損害が結構大きかったりする時があるんで、もうその時はもう兵士回復に、もうね、大変なことになるからですね。なんかもう、この繰り返しをずっとこう、毎回毎回、なんていうか、新シーズンスタートするたびに、おー、なんかやってる。なに。はい。皆の者、引くぞ。なんか渋いね。シュシュ。案外、強いって言われてるシュシュン。あとこう、皆さんこの工場部隊のこの戦法とかって、あ、こう、覚醒させたりとかいろいろしてるんですかね。今まで覚醒させたこととか全然ないんですけど、でもなんかお城も、なんか8とか9とか10とかなると、ある程度レベル上げても、負けるんですよね。なんかね。まあ、とりあえずもうレベル上げ。今日はもうひたすら。戻っておいて。急がば回れ。せいてはことを仕損じましょう。いいね。諸葛亮。声がいいね。さあ、行ってみますか。今日の、いや、5ね。5行こう。いや、まあ5行こう。余宝船自ら、蹴散らしてくれる。もう体力マックス減らして、で、また回復して、もうその繰り返しで、やっと今ここまでレベルが上がってるっていう感じですね。もう大体1万ずつぐらい、1万ちょいずつぐらい入ってるのかな、レベル経験値が。1万ちょいずつ入ってもね、50だからね。もうこのレベルになってくると、こっちはまだ、あーね、苦しいね。よし、じゃあ今日は大盤振る舞いで、お、何が大盤振る舞いかよくわかんないけど、6呂布武将の武見せる時、今こそ勝機。俺らだけで十分だ。やっぱレベル6の相当をかけるって言ったら、レベル上げするときはやっぱり先方3つぐらいついてないと、やっぱもう、ま、やばいもんね、これ。で、あ、そうそう。で、これあの、103の方では、光月栄持ってたんだけど、で、光月栄出ねえ、出ないねというか、欲しいなと思ってたんだけど、これ見たときに、これいないんですね、光月栄って。こう、普通のくじ引き。
あ、いないんだと思って、で、あれ、こう出てって、いつどのタイミングで、103は入手したんだろうと思って。今これいるのかな？英雄豪傑。ここにもいないでしょ？そうそう。それを思ってたんですよ、ずーっと。よし！弓と、勝負。いきますか。妖気、三星人。おー、結構やられてるけど。じゃあ行ってみましょう。育てながら。資源のレベル6とかレベル7の超格だったかな。強くないっすか。結構強いんだけど。我が策を披露せん。我こそ天下無双。よ、王戦、俺にあり。今こそ好機かかれ。我もまた高騰の虎よ。尊敬も結構強いよね。もう聴覚とか尊敬とか出会ったことはないんですけど。今こそ好機かかれ。我もまた高騰の虎よ。ぜ。さあ、我もまた高騰の虎よ。来たよ。うう。王戦を恐れよ。天下無双の一撃を受けよ。やっぱこの笑い方どうもやっぱ受けるよね。ほんとも。王戦を恐れよ。王戦を恐れよ。王戦を恐れよ。呂布オンパレード。今こそ好機かかれ。今こそ好機かかれ。よし。あー惜しい。天下無双の一撃を受けよう。まあ勝ったけどってやつよね。この程度では余興にもならんですって。ちょっと最後に諸葛亮みたいな新参希望。いつも音消してやってるから。拙者様の打棒を喰らえ。その一手で戦局を変える。竜玄徳、これにあり。
バリオド周曹。兵に情勢なく、水に情景なく。兵なし。上様の打棒を喰らえ。喜べ、我が策を披露せん。なんて言ってんのかな。この一手で戦局を変える。すべては我が掌中にある。もう終わった。いやー、領機を廃す。早くね、どうかをもらってこう欲しいんですけど。で、おー、単語できる。はい、ありがとうございました。一応ね、多少今ちょっとやっぱりこう15日目にしてやっとこう資源がこうなんだっけ、市場の方にもね回せるようになってきたっていうような状況ですね。まあまあ今はね、黙々と自供レベル上げをしないとね、いけない時期だと思います。今やっとかないとね、やっぱこういずれで、なんかあったときに、有事があったときにね、対応できない。ここはちょっと頑張らないとダメだところですね。コツコツ頑張ってやっていきます。てな感じで、なんじゃない途中経過の動画ではございますが、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらまた遊びに来ていただけたらと思います。あとチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。